どうも、最近ですね、ツイッターで今までで一番驚いたことを話してくださいっていうリプがあったんですよ。なんで今日のオープニングトーク、そのことを話していきたいと思います。まあぶっちゃけると、覚えてません。いや覚えてなくない？今までで一番びっくりしたこと話せって言われても、なんだろうってなんない？みんな、なんで最近あったびっくりしたことを話そうかなと思います。そしてこの話、長くなったらエンディングに回したいと思います。僕先週ぐらいにね、ソニーのなんちゃらかんちゃら、はい、どうもピョキングです。今日もですね、トロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース10セコンドカッコトロールということで、これもツイッターでですね、ぜひやってみてくださいって言われて、今日はこのコースやっていきたいと思います。クリア率は 1.11% で、最速タイムがね、なんでか6秒なんだよね。10セコンドってことは10秒ってことでしょ。どんなコースなんかな。え、ちょっと待って、オートスクロール、こんなんなかったくらい今までトロールに。オートスクロールのトロールですか。しかも10秒しかなかったよね。とりあえずこれ右ダッシュしてってみて、右ダッシュしてみてって、ここにバネがあるのね。うわ忙しいな、今日めちゃくちゃ忙しくなりそうだぞ。ここはどうすればいいんだろう。ファイヤーはいらない、ファイヤーは取らないで、このまま右ダッシュ入れねえ。これ下は行かしてよ、せめて。時間切れなんてやめてよ。じゃあ砲台のところに扉が出てきてたよね。その扉入ってってみようか。なんかこれスピラーっぽいね。次はどっち、右左、右だね。はなー。そんじゃあ扉から出てきたら、ここはジャンプして抜ける。ナイス。そんでここでパウン、なんで。いや、あんなところにパウンがあったら叩いてしまうよね。じゃあこのパウンは無視して、このまま右に走っていきたいと思います。さあ残り2秒、この先に何がある。ゴールがあるよ。でも時間が足んないよね。じゃあさ、リフトのとこにあったドアに入れって感じかな。あ、いやでも中間からだね。これ中間取れてたんだね。いや、どうすればいいの、姿を見せろ。どうしていいか全然わからんし、行き道あったっけ今。ちょっとよく見てみるね。あ、右上に土管がある。この土管に入れば次に進めるっていう感じか。じゃあ僕はここで右行きます。行かせて。じゃあ左でよかったのかな、左ダッシュしてみるね。だってどっすいるんじゃ。あ、なるほど、やられてくれるのか。そしてこのままジャンプで、ここもジャンプで、シェンドヒップドロップ。え、他に行き道あったっけ、このリフトの下に行けみたいな。あ、左にリフトが落ちてきたよ。この土管に入れっていう感じだね。さあ進んでいきますか。ここは恋の通り行ってみます。頼む、あってて、邪魔だ、どけここ下から行けっていう感じかな。あ、無敵時間を利用していけそうだね。で、ここは頼むって、もうなんで上に上がんのよ。このコースマジで騙しコースのスピラーをしてるみたいで楽しいね。じゃあこのリフトは左の方から降りて土管に入るっていう感じだね。早い、なかなかやるんじゃねえか。じゃあここは左からすぐ右に行く。そして土管に入れるっていう感じだね。さあ次に進みましょう。いい加減にせっかただ分かりました、この土管に入ってもう一回土管に入れって書いてたね。多分これでしょ。でもう一回下に降りる。そしたらゴールができるみたいな感じかな。違う。え、こっちの土管じゃないの、別の土管かな。じゃあこのリフトの下に降りる土管があったじゃん、この土管が正解かな。一旦ここ来てもう一回下に行ってみようか。そしたら行けないよね。いや分かったよ、この土管入るじゃん。そして戻った時にオンオフが変わるのが見えたんだよね。なんで変わった時にもう一回上に入る。これで右に行けるルートになってるみたいな、多分そんな感じだと思います。さあ行きましょう。ナイス、今のは引っかからなかった。はっ、あなたには引っかかる。いや大丈夫、まだ間に合う。これで抜けれたでしょ。残り1秒、ここで魚かよ。いやでもさ、ここの面倒取ってるさ、ナイス回避じゃなかった。なかなか上手かったと思うんですけど。じゃあここ一回左から行こうか。左から行ってここで下を取って、どうだ、なんで開けてないの。じゃあ次はスター取らんで行ってみるよ。スター取らなかったら多分大丈夫。そしてジェタゲット、ナイス。さあ無事中間2がゲットできました。こっからまた第2のステージだね。ここはこのキノコを取って下に行こっか。ドカーンに入らせてよ、せめて。何を出してくるの、何が出してこいよ。え、キノコ取らんでいいってことから、キノコ取らずに行ってみます。なるほど、これで抜けれるっていう感じで。新しい何かに目覚めそう。じゃあ上に行くなっていうことでしょ。ここで待っておいたら溶かしてくれる。そんでこのまま右にダッシュ、これでいいんじゃないの。ナイス、土管に入ったらダメだよきっと。で、ここで鍵をゲットしてる。間に合わんよねそれ。え、ピンクコインなくなった感じじゃないの今ので。せっかくピンクコ
員さん集まったのに、このまま右手鍵ゲットできるとかはどうなんだろう。さっきと違うやっかここでさっきと違うシステム持ってくる。じゃあここはどうすればいいのだ。じゃあ今度下に行ってみようか。こっちで合ってる。ナイス、絶対合ってるよ。でここで土管に入ってどうなるんだ。ここで中間取ってどうなるんだろう。これでゴールできるんかな。ちょっと右にダッシュしてってみていい。右にダッシュ。うわやっぱできんよね。あ、上にピードがあるからあのピードに入る感じかな。ちょっとピード入ってってみるね。ここが新しいルートなんかな。どうなんだろう。あ、そうっぽいよ。で、こっからうわ、上下、あ、下なんか足場があるよ。なんか針の上に足場があったんだよね。多分そっちが正解だよ、きっとその針は無理だって。え、隠しブロックあったら土下座避けれない。上の地面から行けってことかな。これで行っています。なるほど、これで合ってるのか。そしてここはパウンド耐えて何もしない。これ上から行けってことじゃないの。おし、オッケーオッケー。やべ、残り0秒しかねえ。これでゴールで合ってくれ。頼む、出てきたらするゴール。どうなんだ。なんなんだお前は。いやでも絶対あのトゲゾウさえ避ければゴールがあると思うんだよね。さあここをジャンプしてきっちりトゲゾウを避けてゴールします。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは黒一発マリオイエスということで、もうサムネを見て大体想像がつくんですよ。あのファイヤーフラワーを取って氷を溶かしながらどんどん上に行けっていうコースだと思うんですよね。そんなの楽勝じゃんって思うかもしんないんですけど、クリア率は 0.51%、 そして最速タイムが6秒ってことは絶対10秒締まりあるよこのコース。そうしないとあんなにクリア率が低いわけないもんね。それじゃあ早速やっていきますか。うわやっぱり高えなこの氷ブロック。この氷ブロックをとりあえずはっもう上がれないじゃん。何溶かしてんのマリオ。そんなに熱くなんないでいいって。すいません、ファイヤーマリオだけに熱くなってしまいましたうまくねえんだよこれさ、どうやって行くのが一番いいんだろう。とりあえず8の字かけながらさ登ってってみようか。これでなんか行けないかな。あ、いい感じいい感じうわ惜しいじゃあ次は左側のジャンプだけで行ってみるね。こっちの方が行きやすいみたいな。あ、こっちの方がいいよ。ツルツル滑ることが少なくなるから片面でジャンプしてった方がいいっぽいね。さあこれで行き方はもう分かったんですけど、頂上までまだ一回もたどり着いてないんだよね。これで行けないから。あ、なかなかいいとこいるよ。あー、いやこれ本当に難しい。かなり繊細な操作性が求められるんだよね。このファイヤーボール出しすぎたら足場も消しちゃうからさ、あんまり出すこともできないんだよね。なかなかいいんじゃないの。頼むすけいや結構いい線いってると思うんだけどな。でもさ、ゴール前大量の氷ブロックが設置されてたのが見えたんだよね。あいつも溶かしていけっていう感じでしょ。これは来たんじゃない。頼む。ダダ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 焦んないで行こう。多分ね、結構時間に余裕持たせてくれてるはずだから、焦んないで行けば行けるはずなんだね。ここでねえ、誰誰誰誰誰最後マジでむずいね。それじゃあリズムよく行ってみようか。それで行けるんじゃないかな、きっと。ちてて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 てて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 て、やったありがとうございましたと思ったんですけど、今編集が終わってね、出来上がった時間見たらさ9分ちょっとだったんだよね。ちょっと短いなと思って、もう一つだけコースを追加していきたいと思います。聞いてください、さくらんぼ。いや久しぶりだねマジで。音楽コースって、音楽コースはほぼスピランだからね。しかもさくらんぼでしょ。知ってる方いるかな。あ、来た来た来た。笑顔さく、君とつなやってたい、見えるものがあるだろゴール見えさせてくれよ。さっきどの辺だったっけ。ごめんね、僕の声がうるさくて音楽とかね聞こえてないと思うんですけど、ここだね。ここで笑顔咲かせた後にどこに行こうで、ここは明確掲げてゆく、ここでパンを投げてゆく、あたし花ハじゃあ次はちゃんと鼻にパウブロック当てていこう。もしパウブロック当てるならあたしさくらんぼ全然
然合ってね、まあ、全然合ってないんですが、こっから2周目っぽいね。ちょっとなんか変わってるのかな。意味とつながってない、ここで三段ジャンプ、回転ジャンプをしていくもうめちゃくちゃじゃねえか。じゃあここも同じだね、きっと同じだよ。めーかくばん投げ、ここでパウを投げてく、ブラパウを倒します。きっとこれでいいでしょ。大丈夫、これできる、頼む、これさして。やった笑顔咲きました先週ぐらいにね、ソニーのなんちゃらかんちゃらっていうワイヤレスイヤホン買ったんですよ。で、そのイヤホンのノイズキャンセル機能がマジですごくて、どんくらいすごいかって言ったら、それつけるじゃん。そしたらね、無、マジで無、宇宙に放り出されたみたいに無になるんですよ。今はコロナ禍でね、密を避けるために人がたくさん集まってるような場所に行くようなことは少ないと思うんですけど、でも社会人や学生の皆さん、どうしても密を避けられない場合があると思います。でもそういった時にこのイヤホンをつけるじゃん、密じゃない、もう一人だよいや厳密には密ってるかもしれないんですけど、でもその中でマジで一人になったかのような感覚に陥れるんですよね。個人的にはね、 AirPods Pro よりすごいと感じましたね。そしてさっきめっちゃビビったことがあります。今暖房つけてるんだけど、その暖房の風によってテーブルの上の紙が動いたんですよ。その時にはっってなりましたね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。